ブランドカレーだよね。10位からいきます。コメントはないです。なんなの、待ってたのに。いや、残った人で内緒でなんと美味しいもの食べに行きます。みんなご馳走してくださるって話。逆じゃないの。そうだよね。逆じゃないの。じゃあトップ取ってたのご紹介とか。ああ、そう思ってくれんの。やられにしようか。じゃあ武器賞どうする？いいですか。サワリのブランドですね。まだ若いですけど、とても形のいい綺麗な猫、ジェイです。新幹線に乗るのストレッチ、グランドのブランドルヒドチック。いやー、目線量目線量鼻もいいですけど、8位です。土曜日は困ったら止めろ。でも今日負けないと向こうの上で出てきた。ああ、一番うるさいです。もう一匹の方がうるさいんです。もう一匹の方がうるさいんです。なんか飼い主似てるじゃないですか。なんてこと言うの。もうバレちゃったじゃん、それで。それは知らなかった。よかった、おごらなくて済んだ。今のすごいコメント。シンガプール、かわいい。これも飼い主に似てちっちゃいやつ。ちっちゃいね。ちっちゃいじゃない、かわいいな。はい、6位です。いいじゃん、さかさまだよ。すごいわ。セカンドブリードの愛称のブランドですね、シルバータビー。すっごい綺麗です。ちょっとジェントルカーブで、ちょっと鼻が長めですけど、とてもね、あの健康美とか。もう一匹ブランドはいたんですけど、ちょっと縮まってたんですよ。ブランドが今日3ついたんですね。もっとブランドが4つで、すごいですね。2つ取りました。こっちは5位です。ノルウェーデンですね。もう私の大好きなタイプです。とってもね、この角度は素晴らしい。体の形もものすごいスクエアで素晴らしいです。コートもハードとてもいいですね。ラフな、もうすごくマッチ、密度のあるコートでとてもいいです。4位です。ごちそうさま。
ごちそうさま。え、そっちを言うの？そっちを言うの？うん、そう。今日はですね。今日帰るんでしょ？まあ、猫は乗ってこいで。グルーミングがこっちの方が全然良かった。そして、ものすごいベタバもあるし。そう、それ言うと喧嘩しない。二人で。まあ、何しろ綺麗ですよ。健康。もう顔なんかも素晴らしいし、音色がもう上がってきて素晴らしい。今日のベストです。